サイクロンフィーバーサイクロンフィーバーは2000年に稼働を開始したコナミのメダルゲームである1995年に稼働したメダルゲームの前作ミリオンフィーバーの後継機フィーバーシリーズ第2弾筐体1台につき4人まで同時にプレイ可能な中型のマス型プッシャーゲームである1台ごとに4つのステーションがあり1箇所ずつ投入口がある基本的には 筐体を2台連結させて最大8人まで同時にプレイできるようになっている。中央のメダル皿から一気にメダルが払い出されるギミックは前作を継承しているが演出がさらにパワーアップした。筐体の中央に円錐の形をしたサイクロンスパイラルがあり、このスパイラルの中を通してメダルを払い出し用の皿に補充する。その他、 大量メダル獲得の可能性を持つプログレッシブジャックポットや縦に積み上げられたメダルが払い出されるタワーボーナスなどプレイヤーを魅了する要素を多数追加し当初は数多くの店舗で稼働していた発売から20年が過ぎた2020年現在では大型メダルゲームや後継機種の普及に伴い撤去された店舗がほとんどで稀に稼働させている店舗がある メダルの落下口奥にスロットを回転させるためのスタートチェッカーがあり、ここにメダルが入るとスロットが回転する。チェッカーに入ったメダルも筐体下部の払い出し口に払い出される。スロットはセブンセグメントディスプレイを利用した巨大な十字型のスロット。最大8回転まで保留可能で保留回転数はストックランプで示される。 通常時は赤い横ラインのスロットのみが有効だが、各辺に突入すると緑色の縦のスロットも有効になる。縦横のスロットが同時に同じ絵柄で当選すると払い出しが通常の2倍になる。スロットにおいてリーチに外れた場合、ステーションごとに表示されているタワーステップが1つ進む。ステップが5つになるとタワーボーナスとなり、プッシャーフィールド下段に 約25枚のメダルが縦に積み上げられたメダルタワーが払い出される。また、スロットで当選するスーパータワーボーナスはタワーステップに関係なくメダルタワーが3つ続けて払い出される。ありがとうございます。